回目の冒頭がタイトルがいきなり一人場所でなんですよ。で、架空のね、なんとかバーっていうのが来て、その主人公の友達になって、でも、なんとかスイッチも一緒に、なんとかね、イチャリマチョーデだよ、イチャリマチョーデだよ、出会いは友達って意味を、イチャリマチョーデ、イチャリマチョーデ、イチャリマチョーデ、こういう風じゃないですか。もともとはなんか、お花が可愛いな言葉で、ね、友達だから、イチャリマチョーデ、イチャリマチョーデ。可愛いですよね。ね、いよいよ私たちも全国区へ。私たちもちょっとスイッチ。見たいよね。これもデジのオーディション受けられた。何のオーディション？え、処理専攻だけど。何のオーディション？あ、会社？ファンタイミュージョン。ファンタイミュージョン？オリエンタルランド。え、何を言うの？ディズニーランド？いや、マイクどうしてもらって、後で言ってください、後で言ってください。おい、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 大事なお知らせですよ。あ、皆さんと今、イタリアの調整で歌いましたけど、オリジナルナンバーが6曲入った CD がですね、缶バッジ100円、1個100円、缶バッジ100円です、はい、これ最近判明したんですけど、水に濡れると中から水分ってことが判明しました。雨風が避けるような、ね、雨は避けて、裏が錆びてくるってことも判明しましたので、あんまり外につけない方がいいですね。宇宙の中にこう、つけ抜きやすい方がいいですね。